皆様、こんにちは。Visa JP カナダ移民コンサルタントの白石です。えー、今日は4月18日になりました、はいえー。今日はですね、ニュースは簡単、簡単だというか、あの内容的には短いニュースが一つ、えー、新しく上がっています。週の、えー、週ノミネーションプログラムですね、PNP、えー。P N P P N P が、えー、一部受付停止となりましたで、えー、とこの一部というのは何かというと、えー、このノバスコシア州ノミネーションプログラムの中にまたいくつかストリームがあるんですけれどもこの中の、えー、この、えー、オキュペーション インデマンドストリームとスキュードワーカーストリームの、まあ、ス,トストリームは2つにまたがっているんですが、えー、と職種として、ですねこの、えー、ホテル業、飲食業ですね、はい、この職業の方々は、えー、申請受付を、えー、停止します。あこれ間違えてる、これ4月,4月17日ですね。 これちょっと後で直しておきます。4月17日で、えー、申請受付を停止,停止するというふうに発表がありました。だからもう停止しています。で、えーとまあ、理由としては、これらの職種がちょっと、えー、申請が多いと。 いうことで、えー、これですね申請が殺到したための一時的な措置ということですで。これがまた落ち着いてきたら再開をするというようなことだと思うんですけども、まあ、再開がいつですということは、今のところははっきりは、えー、発表がないという状態です。ですので、えー、こちらですねあの、バスコシア州で、えー、飲食業、ホテル、えーまあ、あのホテル業で、えー 申請をしようという方は、ちょっと今、えー、お待ちくださいということになりました。というのが、えー、今日の、えー、ニュースです。で、今日はこのニュースしかないんですね。なので、えっ、ー、と、一つですね、あの、弊社の,あのコラムの方で、ビザコラムの方で、えっ、ー、と、まあ、人気がある えー、コンテンツというか、あの皆さんがよく、えーまあ、気になる、皆さんが気になる、皆さんが、えー、よく読んで、えー、いいねとかっていうふうにし,あのしてくれるという、えー、ものを一つご紹介したいと思います。ちょっとここでね。ボランティアについての記事です。コラムです。えー 不法就労にならないためのボランティアっていう記事なんですけど、これもともとは2018年に、えー、書いた、あのー、記事なんですね、発表した記事なんですけど、これもうずいぶんね、たってるんですが。まあ 毎年毎年これはあのよく読まれる。えー、これはですねあの、あとお客様に弊社からあのお問い合わせがあって、ボランティアに関してのお問い合わせがあった時にもよくここを読んでくださいねと引用するコラムです。で、あのこれは気になる方があの常に常に多くいらっしゃるので、ちょっと今日は えー、この記事をご紹介したいいと思います、えー、更新日今日になってますがちょっとね今日ね見やすく直したそうですけどもはいまず、えー、ここですねえっ、ー、と就労ビザなしで仕事をしてはいけないこれは皆さんねそりゃそうだよねって思うと思うんですよねで、えー、じゃあ就労ビザなしでボランティアしてもいいのっていうところが あの、いや、いいんじゃないって皆さん思うと思うんですね。なんですけど、あの、ボランティアという、えー、言い方をしても、あの、就労ビザなしでやっていいボランティアがあるので、ちょっとそこを注意しましょうという、えー、コラムの内容なんですけど、えっ、ー、と、まずね、このボランティアっていうのは、 えーとそれが働くこととみなされるものと、純粋にボランティア活動とみなされるものがあるんですよ。これを注意しましょう。で、えー、と働くこととみなされるような種類のものは、これは就労ビザがないとできないんですね。で、就労ビザがないとということは、例えばワーキング・ホリデー・ビザ持ってますよとかっていう方はやってもいいです。 でえー、となんですが、観光ビザだったりとか、あとは学生ビザで週20時間を超えるような活動であったりっていうのは、えー、この働くことに見なされるようなものはできないんですね。だからそこを皆さんに注意をしましょう。で、じゃあどういう場合に働くと見なされるのか、えー、というと。 えー、まず、えー、その活動によって報酬が得られる場合、ね、お給料がもらえる場合、それから、えー、お給料がもらえないとしても、それを同じことをカナダ人がやったら、それは報酬をもらうような内容のことだよっていうときです。で、ちょっと1つずつあの読み解いていくとですね、まずその 活動によって報酬が得られるもの、えー、とお給料がもらえるもの、これはね、あの当然就労ビザがないと、観光ビザではやれなさそうだよねって皆さん思うんじゃないかなと思うんですけども、じゃあ、お給料の代わりに住居を提供してもらったり、謝礼みたいな感じでこう、例えばギフト券もらったりとか、あとは。 交通費出してもらったりとか、えっ、ー、と、そういったことはどうなのっていうことなんですけど、これも、あの、報酬として見なされるんですね。なので、あの、何しろ、こう、えー、やった行為をと、えー、引き換えに何かもらう、何かを提供してもらうというようなものは、えー 働くワークというふうに見なされるということを皆さんよく注意してください。えー、それから、えっ、ー、と、じゃあ、その活動が通常カナダのカナダ人がやると収報酬を受けるような活動の場合っていうのはどういうのがじゃあね、あの、具体的にありますかっていうと、例えば、あの、お給料はもらわないんだけど、 オフィスで手伝うとか、あとは、まあ、学校で何か手伝うとか、そういったものはダメです。それは就労ビザ、就,就労とみなされますので、就労ビザがないとできないです。で、えっ、ー、と、例えばね、あった例なんですけれどもあの、お友達が働いているレストランで、自分は、まああの 待ち合わせしてるっていうか、自分は待っていたんですけど、じゃあ、あのー、ちょっとレストランが忙しくなってきたから、ちょっとそこの机拭いてって言われて、拭きました。観光ビザの人ね、拭きました。で、そしたら、それは、そこの場にたまたまなんか誰かいて、えっ、ー、と、そういうイミグレーション関係の人がいて、あなたは何のビザでやってるのそれは働くっていうことです。と言われてしまって、 あの罰を受けましたという人がいました実際にいましたなのでその机をレストランで机を拭くテーブルを拭くっていうのはそれはそういうことをカナダ人がねやるとお金をもらえるお仕事ですよねでそれを代わりにやるっていうのはだめなんですあとね例えばえっ、ー、とお友達の子どもの面倒を見るこれもケアギバーというあの 仕事があるんですねなのであのそれをカナダ人がお仕事としてやることができますよねっていうことでそれはあのダメなんですよ。まあお友達として働,働くのではなくて面倒を見,見るんじゃなくてあの一緒にただいますよ一緒にご飯食べますよとかそれはいいですよだけど、えー、預かって面倒を見るっていうのはこれはケアギバーという仕事。 と同じ行為ですよねということでダメなんですねちょっといろいろねそういうところを注意しないといけませんでそれでは就労ビザがなくても、えー、とビジター観光ビザとかあとこう学学校の学校行ってる学生さんとかあとはカレッジの学生さんでも20時間以上とかそういったあの形でもできる、えー、本当の純粋なボランティア というのはどういうものなんでしょうかというと、えー、非営利団体の活動、えー、と例えばですね、えー、と実は私は私 非営利団体の既有会というえ、非営利団体の、えー、会長をやっているんですね、活動をやっています。で、その既有、えー、会という会は非営利団体で誰もお給料はもらっていないんですね。で、えー、とみんなボランティアでやっています。そういうところで、えー、ボランティアとしてお手伝いするというのは、これは観光ビザでもできます。えー、語学学校の学生さんでもできます。ということですねそして えー、あとは見学を主な目的として参加する、えーと。ここに書いてありますが、例えば発掘現場などに行って、発掘どういうふうにやってるのかなというのを見て、実際にちょっと、あのー、この掘る、掘る、<laughs> スコップも借りて、ちょっと掘ってみませんかで。それは働くということではないです、えー。ボランティアですということですね。はい で、それからちょっとこの主要業務に関わるということではなくて、ちょっとこう試しにどんなものか体験してみませんかそれは大丈夫です。はい。で、えっ、ー、と、それからね、このさっき、あの子どもの世話をしたらダメって言いました。ね、子どもの世話をしたらダメです。でも、まあ、たまたま遊びに行った家でし食器を洗ったりするとか、それはいいです。 なのでお友達のうちにあの遊びにね呼ばれ、うちにいらっしゃいで呼ばれてあの、ご飯食べて、でも私は観光ビザだから食器は洗えませんとか、それは言う必要はないんですね、あのそれは大丈夫。はい、でも、あのそう子どもの世話を預かって子どもの世話をしたりとかね、あのもうあの一日中こうおう家の、ね、家事を手伝ったりとかね、一日中ね。 うんまあ、そんなようなものは、えー、と仕事というふうに見なされますよということです。ちょっとなかなかね、その辺が、こう、ボーダーラインが曖昧だって言えば曖昧なんですけども、まあそういうことをちょっと念頭に置いておくといいんじゃないかなと思います。あと、このファーム、ファームはね、よくある質問なんですね。これ、お客様から弊社にもよくあのご質問があります。で、ファームステイというのが、あのオーストラリアとかにはある。 で,すよ、ねでえーと、ファームに滞在をして滞在費は無料で、えー、で、まああのフ、ファームの仕事をするというのが、まあ、オーストラリアでは結構あるんですよね。まあ、そういう形でファームにあの滞在するということがあのを、えー、希望する方は時々いらっしゃる。で、えー、とこれは観光ビザでもできますかという、えー、質問なんですが、まあ、観光ビザだと、 6ヶ月までは滞在ができますよね、ビザなしでね、観光ビザというか、ビザなしでね。その間に、その間中ずっとあのファームにステイすると、それはもうあの働くっていうことにみなされてしまいます。で、えーと、1週間から4週間の短期で、えー、だ,だったらみなされない。なんかここがその 4週間というのがボーダーラインというよりも、どちらかというと、その仕事の内容としてあの、なんだろう、仕事の内容ががっつり、なんだろうな、こうえーほえー、仕事あの、働くということに見なされるかどうかというところなんですね。で、あの例えばあの、なんか大きな、えー 農場でもう皆さんがたくさんの人が働いていてで、えー、とそれをすごく大きなあのポールセーラーにおろしてっていうねこう大量に例えば大量にあのポテトお芋をあの取ってそれを。あの どこかに下ろしてそれでスーパーパに売りますとかねそういうそういういのはもうお仕事です。だからそれはあの実は短期であってもそういうところに関わると働いているというふうに見なされてしまうんですよね。で、まあ、個人でやってるような小さいなところでちょっと体験というような意味でやるというそういうものであれば大体いい1週間から4週間で体験をするというようなものであれば。あの えとこれは観光でもできますよ要するにボランティアとみなされますよというふうなところですちょっとねだからねボーダーライン本当に曖昧ではありますがということでコンサルタントからのひと一言、えー、とこれはどうなのっていうのがはっきりわからない。 もう事前に弊社の方にお問い合わせください。で、えっ、ー、と、それがどんな内容なのかというのを弊社の方であのお伺いして。 でそれであそれはボランティアとして大丈夫だねとかそれは就労になっちゃうねとか、えー、と判断が大抵の場合できると思いますのでできない場合はあのそのオーガナイザーのところに、えー、質問をして、えー、どうすればいいですかっていうのを、えー、確認するという形になりますがあの分からないな自分のやり今からやりたいことは あのボランティアなのかな、どうかなっていうふうに悩む方はです、ね、ぜひぜひ弊社の方に、えー、ご相談ください,、えーとですねはい。ここの今すぐ無料を相談するというところからご相談ができますので、ぜひぜひ弊社の方にそういう方は、えー、ご連絡をいただければと思います。不、はい、法就労にならないためのボランティア、とび座。 これすごくあのためになると思いますので皆さんよく念頭に置いておいてください。はい、えっ、ー、と、そしてね、あと質問はですね、あのそうそう、YouTube の下のコメントのところ からいいただいても大丈夫です。あの簡単にパパッと、えー、答えられるようなイエス・ノーだけのものとかあの分かりやすいものはもうその場でどんどんお答えしていきますのであの YouTube のコメント欄のところからあのぜひぜひあの皆さん ご質問なさってくださいでもうもっとあのこうバックグラウンドその背景とかいろんなものを説明しないと、えー、分からないよとか個別にちょっとリサーチしないと分からないよというようなものはあのやはりこの無料相談のところからご連絡いただいた方があのいいと思いますので、まあ、ちょっとその質問の種類にもよりますけれども是非是非お気軽にどちらの方法でもいいのでお気軽にご連絡をいただければと思います。 それでは皆さんまた来週木曜日にお会いしましょう。